朝もホテルのお部屋掃除の散歩時間です。なんかこう毎回1時間きっかりでプチって帰るのもちょっと申し訳ないような気がしてきたので、地域共通クーポンがまだだいぶ余ってて消化ができてないので、もしまあ飲食店空いてたらちょっと食事をとって少し長めに部屋を開けられると多少いいのかしらというようなことを考えています。空いてるといいんですけどね。岡山一番街の様子を見てみようと思っています。10月16日金曜日10時過ぎ、午前中10時過ぎの岡山一番街の様子です。まあ、比較的落ち着いているのではないでしょうか。ここが気になってるんですよね。ちょっと通り過ぎちゃったみたいです。キッチンランウェイっていうエリアがあるんですね。 ELK ですね。読み方はエルクさんでした。パンケーキエッグベネディクトだそうです。というわけで、エルクニューヨークブランチさんの、パンケーキエッグベネディクトというものをいただいてきました。ドリンクは私がちょっと1個追加しちゃってますけど、基本のモーニングのセットは、その動画で写したパンケーキエッグベネディクトとサラダのお皿とドリンクが1つ、まあ、コーヒーとかジュースとかから選べて税込みで860円ということでお値打ちでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。2時間半ぐらいお出かけして戻ってきたんですけど、やっぱりちょっとまだホテルのお掃除続いてましたね。普段その何時に出かけますっていうことをこう伝えて1時間で掃除をしていただいてるんですけど、多分あれちょっと特別かもしれませんね。お掃除こう部屋の扉バーッと開けて、多分どうなんでしょうね、同じ工程のところをバババッといろんなお部屋を同時で進行したいと思うんですよね。だから特定の一部屋を1時間で掃除するって、まあ、ちょっとこうね特別な対応なのかなととも思いました。まあでもやっぱり出かける時間宣言した方が迷惑じゃなかったのかもと、結局結果的に、ね、なんかせかすような感じになっちゃったかしらと気になっています。ホテルで暮らすっていうことに憧れがありますけど、結構そのずっとホテルにいる間に周囲のお部屋はお掃除されてるんだろうなっていうふうにこう感じる瞬間もあって、意外となんかホテルステイも想像してるのと本当にちゃんと暮らすようになるといろいろ違うところとか発見とかがあるかもしれませんね。なんかちょっと憧れていたことをちょっと垣間見ていい経験になってるんじゃないかなと思います。無事 iPhone12 Pro 購入できました。ちゃんと発売日の23日に届く予定です。よかった、ほっとした。Thank you.